はははいいでは皆さんこんこにちごご視聴ありがとうございます今回の動画はですね私の動画では珍しい車のカスタムということで今回はこちらのスズキのエブリィワゴン TA17W ですけれどもこちらのカスタムをですねやっていきたいと思いますでまあ、すでにねもうあのライト類なんかも変えてあとウインカーもね LED に取り替えて かなりカスタムしている車両ではあるんですけれども今回は外装ではなくて内装の一部をです、ね、カスタムしていきたいと思いますで、まあ、このカスタムに関しては結構ね皆さん知っている方も多くて比較的簡単にできるカスタムでもありますのでそれをですね、まあ、部品とともに紹介をしていきたいなと思いますはいではそれでは早速ねその部品の方を紹介していきます はい、じゃあそれではですね、えー、今回、えー、購入した部品なんですけれども、えー、後ろの後部座席の方にね、えー、私積んでおります、えー。今回はですね、こちらの、えー、鈴木純正の、えー、部品になります。で、まあ箱だけじゃね、わからないと思うので、ちょっとね、箱から出してみたいと思います。はい、そしたらですね、えー、こちらの、えー、部品ですね、今回使用する部品なんですけれども、えー、鈴木純正の、えー、部品です。で、品番がですね、 えー、3731050M20、えー、ということで、えー、こちらの品番のものを、えー、購入をしましたで中身なんですけれども、えー、早速ねちょっと開けてみたいと思いますはいこちらですねちょっとね袋を出してみましょうはい、えー、こちらの 部品になります。おそらくね、皆さん、の運転したことのある方はもちろんね、知っている場所の部品だと思います。こちら、ですね、ワイパーのスイッチです。これがですね、運転席のハンドルの左側についている部品ですね。これを下に下ろすとワイパーがね、作動する、そういったスイッチなんですけれども、今回、ですね、私がこの購入した部品。 えどうしてねこれに交換するかと言いますと、えー、おそらく、ですねこれも皆さんあの分かってらっしゃる方はもう見ているものでね分かっていると思いますはいじゃあ、ちょっとですね、えー、その説明をする前に、えー、一旦あのー、今、ね、この車両についている、えー、ワイパーのねこのスイッチ、えー、それをねちょっとお見せしたいと思いますはいではですね今、運転席の方に回ってきましたので、えー、ワイパーのスイッチの方ね見ていきたいと思います。 はい。で、今ついてるワイパーのスイッチが、えー、こちらですね。えー、こちらの、えー、スイッチです。で、まあ、もちろんね、これも純正品で、えー、新車の時にね、ついてきた、えー、スイッチなので、もちろんね、問題なく、えー、作動します。ですけれども、えー、今回ですね、その購入した、えー、ワイパーのスイッチ、もう一度ご覧いただきたいと思うんですが、はい。こちらを見ていただくとですね、この、ちょうど間にですね、えー、つまみがこのような感じで動くようなものがね、ついてるのが、 わかると思いますこれは実際何かと言いますと間欠ワイパーといってワイパーがですね一度作動してまた止まってまた動くそういう一定の間隔でワイパーが作動するようなそういう機能を持ったスイッチなんですけれども本来ね今ついているこちらのはいここちちららですねのワイパーのスイッチだとまたね動き出す までの時間がが、えー、調整でできないんですねですので、例えば、まあ、3秒であったり5秒であったり、ある程度この機械がですね、えー、設定した秒数の間隔でですね、えー、動くような感じになります。ですけれども、今回私が買ったこちらのスイッチ、これに交換することによって、そのワイパーがね、一度止まってから、また動くまでの時間の間隔を変えることができるんですね。はいということは、 えーまあ、例えば、えー、本当に、ね、もう小雨のようなあまりあのワイパー動かなくていいよというような時にはです、ねえー、こちらのスローの側に、えー、持っていくと、えー、その作動するまでの、ね、時間を長くすることができますそして逆に、えーまあ、ちょっと、ね、雨が強くなってきて、えー、もうちょっと、ね、早く感覚を動いてほしいというような時は、えー、こちらの、ね、ファスト、速、えー、い方ですね。 早い方に動かすことによって、その動くまでの時間をですね、短くすることができます。はい。だいたいね、今あの、普通車なんかだと、もう標準的についているような機能なんですけれども、こちらのですね、エブリーワゴンの方には、そういった機能がね、ついておりません。ですので、今回は、このワイパーのスイッチ、これを交換していきたいと思います。 はいで今、ですねこのワイパー上上げている状態なんですけれども今、この状態でですねどのくらいの間隔で作動するかちょっとやってみたいと思いますはいそしたらですね一度ちょっとエンジンをかけてワイパーのね作動の確認をしてみたいと思いますはい、今エンジンかけましたはいじゃあね、こちらのワイパーのスイッチをですね作動させて。 今どのくらいの間隔で動くのかをちょっとね確認をしてみたいと思います。はい、では動かします。はい、どうでしょうか。意外とですね、あの小雨の時なんかだと結構この間隔ってね短いんですよね。ですのでやはりねあのこの使用しているこの運転者がですねあの持っている間隔よりもやはり短いので。 結構ですね、あのー、調整が効かないと、あのー、もうちょっと遅くていいのになっていうふうにあの感じてしまうことがです、ね、結構多いんですねですので、えーまあ、今回、ね、この購入した、えー、スイッチをつ、ねえー、けることによって、えー、その調整が、えー、できるということになりますですので、えー、今回はですねこのスイッチの部分を、えー、交換をしていきたいと思います はい。ま、とりあえずですね、あの、交換の方は、こちらのですね、コラム、コラムのスイッチ、スイッチのね、周りのこのパネルを外せば、すぐね、アクセスできますので、まずはね、こちらを外していきたいと思います。はい。そしたらですね、まず外す場所なんですけれども、こちらのですね、ちょうど下のところ、ここのところにですね、 ビスのね、入っている穴が見えると思うんですけれども、こちらのね、ビス1本外すだけです。で、今ね、ちょうどもう外し終わってしまって、こちらにですね、今外したビスがあるんですけれども、これを外せば、あとは、ここですね、この、まあ隙間、ここね、線が見えると思うんですけれども、これをね、上と下に分離をさせて、交換をするという感じです。で、一応ですね、こちらの ワイパーのスイッチのね、この中の部分、ここのところに、えー、このワイパーをね、固定しているネジがもう一つありますんで、えー、それを外せば、えー、すぐね、取ることができます。はい。ではね、ちょっとここまで、えー、取ってみたいと思います。はい。えー、ということで、えー、今ね、この下,が下のカバー,、えー、これをね、取ることができました。で、先ほど見えてた穴、こちらですね、この部分にあります。はい。そして今、えー、どうなっているかと言いますとですね、えー こううい状態ですね中がね配線なんかも見えるような状態になっているんですけれども今回外すのはですねこちらの左側になりますので左側のこちらですはいこちら側もねここにワイパーのねスイッチにつながるコネクターがここにあるんですけれどもこれをね外しましてはいそしてこの上にある これですねこのネジを外すことによって、えー、ワイパーのスイッチを、ね、取ることができますはいですので、えー、まずはねそれを外していきたいと思いますはいじゃあそうしたらですね、えー、このスイ,、えー、スイッチのね、えー、固定されている、えー、こちらのビス、えー、これを、えー、外していきたいと思いますはいでは外しますやってしまった はいえー、ではもう一度気を取り直してもう一度いきますはいこれを、えー、外しますこれをね、えー、ビスを取ります、はい、そうするとですね、えー、こちら側、えー、ある程度ね自由に動くようになりますので、えー、こちらから、えー、取るような感じになります、はい、そして、えー、こちらですね はい、ここに、えー、爪がついてるんですねここで、えー、この金属のね、えー、金属との間にこうねロックでねついてるんですけれどもこれを、えー、この爪を押して、えー、あとはこれを、えー、引っこ抜くという感じになりますですのであの慣れた人であればね本当にあに10分15分で、えー、できるような、えー、作業になります、はい、ではね、えー、ちょっとやってみたいと思います はい、あともう一つですね、あの、もしこの状態で、今ね、これ、コラムのこのカバー、今、左側しか外してないので、完全には外れないんですけれども、もしこの状態で、作業がやりづらい場合、もしそういった場合にはですね、こちらの反対側に、このデイマースイッチですね、これがあるんですけれども、これをですね、このこちら,こちら側にもここに付いてますので、 これを外せばこの上のカバーねこれはあの完全に取ることができますのでもしねやりづらいという方はこちら側も外して作業するといいかと思いますはいということで今ね車両から取り外しが完了しましたではね取り外したスイッチと今回購入したスイッチ見比べてみたいと思いますはいこちらが今回購入した スイッチ上側ですねで下側にあるのが今まで、ね、車両についていたスイッチになります、はい、でこうやって見てみるとです、ね、下の方今までついていた方はもう、ね、何もない状態なんですけれども今回、ね、購入したスイッチですけれどもここにですねこの、まあ、スイッチこ、ね、レバーがついてるんでこれを、ね、このつまみを回すことによって時間調整が、ね、可能になります はい。じゃあ、これをね、えー、車両に付けていきたいと思います。はい。えー、今ですね、このちょうどもうハマるところまで、えー、持ってきました。はい。あとは、この爪がですね、この、この爪がここに入れば、えー、もう取り付け完了です。はい。これをあと押し込むだけです。はい。これでもう抜けなくなりました。はい。この状態で、えー、取り付けは完了です。あとは、えー、先ほどと同様に、えー、この、ここのビスですね、ここの穴に、 ちょうどね、はまるようになってますので、ここにビスを戻して、しっかりね、車両側と固定をして、またこのコラムをね、戻して、終了という感じになります。ですので、本当にね、簡単にカスタムできる場所です。ですのでね、本当にあの、まあ、慣れてない、やったことがない方でも、比較的簡単にできると思います。はい、そしたらですね、ちょっと現状復帰していきたいと思います。 はい、今ですね、このこの、えー、ビスですね、これを今、固定をしました。はい、あとはこの、えー、カプラーですね、このワイパーのカプラーを、またこのスイッチのところにね、はい、入れれば、あとは作動するはずです。はい、こちらね、えー、変わっております。はい、これで、えー、作動するはずです。えー、まずね、一旦あの動くかどうか、これ、固定する前にね、ちょっと試してみたいと思います。 はいじゃあそしたらですねこのコラムを戻す前に一度、作動するかね確認をしてみたいと思います今、エンジンかけましたのでこの状態で作動させてみたいと思います一応ですね今回、この作動する間隔5段階あるんですけれどもまず最初はこの一番早いファストの位置でこの位置で動かしてみたいと思いますでは動かしてみましょう ははい、では動かしますはい、止まって動くまでさっきのね純正の純正でついてたものよりもね間隔速くなってるのはね分かると思いますはいこういった感じでね一番速い、えー、状態これがこのような感じになりますはい、そして、えー、次じゃあちょっとね極端に、えー、真ん中の位置この位置にしてみましょうか この位置で動かしてみます。ちょっとね、わかりやすくするために一度オフにします。はい。ではまた動かしてみましょう。では動かします。はい。もうこの時点で、えー、まだ動かないなっていうのがね、わ、えー、かると思います。はい。今ね、一度動きましたけれども、間隔少し長くなったのがね、えー、お分かりいただけると思います。はい。今ね、2回目動きましたけれども、結構間隔空いてますよね。はい。 ということで次最後じゃあ最後に行ってみましょうこの、えー、スローですねこのスローの位置ここで、えー、もう一度ね動かしてみたいと思いますではまたオフに戻しますはいそしたらもう一度ね動かしてみたいと思いますでは動かしますはい止まりましたはいまだ動きません はい、今ようやく動き出しましたね。はい、という感じでこのスイッチにね、変えることによってこの動くまでのスピードこれが5段階で調整することができますので特にね、我々、山形は冬場、雪が降りますのでそういった場合はですね、やはり雪って舞ってくるので意外とですね、フロントガラスに雪がつかないことが多いんですね。 でやはりこの調整がない、えー、スイッチですと動くのがね早いんですよねですのであのー、これをね付け替えることによって、えーまあ、一番遅いスローの位置この位置にすることによって、えー、雪がね、えー、あまりつかないような、えー、そんな状況の中でも、えー、余計に動くようなこともなく、えー、動いてくれるそういうふうな、えー、感じになります ですのですごくね、この機能を持った車に乗った後にあのについてない車に乗ってしまうとすごくね、あのーまあ、本当ちっちゃなことなんですけれどもかなりね、イラッとする、えー、そういった現象が起きてきますはい、ですので、えー、今回はですね、このワイパーのスイッチ、えー、こちらを、えー、この間欠ワイパーのね、えー、間隔、えー、これを、えー、変えることができる調整することができるスイッチに、えー、今回は、えー、変えてみました。 はい。ということでね、えまあ、この機能の状態がね、え分かったと思います。はい。そしたらですね、ちょっとまだ、えこの辺戻してませんので、えこちらを戻して、え終了にしたいと思います。はい。えということで、え今ね、この下のカバーも、え戻しましたので、えこれにて、え作業の方は終了になります。はい。そして、え今回ね、この、え車両にね、最初についていた、こちらの、 スイッチは、これはね、またこの車を売却する日が来るか分かりませんけれども、その時にね、付け替えないといけませんので、これは取っておきたいと思います。はいということで、いかがだったでしょうか、今回はこちらのね、ブリーワゴン、こちらの車のワイパーのスイッチをですね、交換してみました。で、実際私、この車以外にもですね、 他に2台同じような作業をしたことがありますいずれも外し方は大体一緒です下に1つビスが止まっていてあとはそのカバーを外してワイパーのスイッチがついているところのビスとあとデイマースイッチの方ですねライトをつける方のスイッチそこについているビスを1本ずつ合計3本外せば 簡単にね、交換することができますので、雨の日ねあの、不便に感じていた方は、このような感じでね、簡単に交換することができますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回はこちらのスズキのエブリーワゴン、こちらのワイパーのスイッチを、時間調整のできるスイッチに変えてみました。 え皆さんの参考になれば幸いです。えー、最後までご視聴ありがとうございます。